はい、じゃあですね、投稿の文字入れのですね、投稿の作り方説明しますね。このフォントっていうアプリですね、赤いP っていう文字と鉛筆マークがある、これを押していただいて、で、そのカメラマークを押しますね。で、そしたら、ですね、こっちの写真アルバムだと、携帯に、スマホに入ってる写真に、文字入れできるんですけど、今回はですね、ちょっと文字だけの投稿を作るので、このプレーンな画像を使用するっていうのを選びますね。で、この真っ白のやつを選んでいただいて、で、そしたらこういう画面が出るんですけど、この色のところを押したらですね、まあ、色を選べるんですけど、今回はもう白地でシンプルにそのままいきたいと思います。で、右上の適用を押してもらって、もう一回右上のこの四角と矢印を押して、で、使用する。で、この状態になったら、ちょんってやると、文字を追加ってできるんですよね。なので、もう一回押すと、ここ文字入力ができるので、例えば、まあ、むくみ改善とかだったら、小顔とかありますよね。顔っていう文字を入れて、まあ、さっきみたいに目立つ投稿にするとしたら、メインの文字を、このサイズ、ね、ここで文字の大きさ変えられるので、で、大きくしてもらって、で、ですね、で、小顔とか、で、他の、文章とか小さめで入れるとして、まあ、すっきりと。で、またサイズちょっと小さくして、まあ、小顔が目立つようにですね。で、あとは、まあ、他の文章ですね。例えば、そうですね。なんか、仮にですけど、3週間、3ウィークにしましょうか。3週間のマッサージで、サイズ、例えば二回りダウンとか言うと、興味持ってもらいやすいと思うんですよね。割と数字を入れてもらうと、響きやすいので、ちょっとこの左寄せとか、中央寄せとかいうので、まあ、文字の配置変えられるので、ちょっとこれ右寄せにしてですね。配置どうしましょうかね。これをちょっと小さくして、小顔をもっと大きくしましょうか。で、例えばこの小顔っていうのにもっと目立たせるために、このスタイルっていうのを押してですね、このストロークっていうので、縁をつけられるので、例えばこの黄色とか、黄色をしてもらって、幅を大きくしてもらうと、またさらに目立つと思うんですよ。大きくなりすぎましたね。うん。どうですかね。結構これだけで、インスタにバンって出たら、インパクトあると思うんですよね。そうですね。ですね。で、例えばこの、画像と、あとは文章で、ですね。まあ、セルフでできるマッサージのコツとかいうのを書いておくと、すごくお役立ち情報としていいんじゃないかなと思います。はい。で、この右下の、四角と矢印を押して、で、画像保存ですね。これをすることで、本体に保存されるので、画像の作り方は以上になります。